Thank you.
敵。わら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 わお前はもう死んだ。どうしてそう？うらっ！どこから来たの？どうしてそう？Huh!
北斗爽快殺。
Thank you.
この道を抜ければ鬼月村だ。ここでも十分薄気味悪い場所だけどな。ケン、一つお前に謝っておくことがある。なんだ。実はな、俺がいつも持っているショットガンなんだが、ぶっ壊れちまって今修理に出してるんだ。だからどうした。わからねえか。鬼月に襲われても俺は何もできねえかもしれねえんだよ。なら案内はここまでで十分だ。一旦引き返そう。待てバカ野郎。ここまで来て今さら引き返せるか。貴様に顔向けできねえ。何よりあいつに言う男らしさを。いや、なんでもねえ。とにかく俺は何が何でもお前を案内する。さっさと車を出しやがれ。するは制する。お前はもう死んでいる。僕と総会殺。
と言った？なんでもねえ、すまなかった。ありがとう。説明しろよ、ケン。こいつらはどうしてこんな。この鬼月たちはこの前のお前と同じく今日の剣を受け心を壊された人間たちだ。なんだって？どういうことだ？つまりここにいる鬼月たちの正体は明と騎兵剣でやられた者たちの末路。じゃあもしあの時俺も手遅れだったら。ああ、今頃お前もこうなっていただろう。想像するだけでゾッとするぜ。じゃあ俺先を急ぐぞ。ジャグレ。ケン、俺はここに残るぜ。何？俺はエデンの衛兵隊長だ。俺たち衛兵隊がもっと早く凶王を倒していればこいつらは鬼付きにならずに済んだかもしれねえ。そう思うとよ、なんかすげえやりきれねえんだ。だからせめてこいつらは俺の手で埋葬してやりてんだよ。ジャグレ、心配すんなって。ここら辺の鬼付きは多分剣が全部倒してくれたしよ。それにこいつらが生きてたって証を作ってやりてんだ。わかった。俺は山頂へ行く。下山の時ここで合流しよう。ようやく山頂か。驚いた。まさか鬼月村を抜けてここに来る者がいようとは。何者だ？この山で生きる者だ。鬼月の集落を通らずにここへ来る道を知っている。ここで何をしている？山の主として
秩序を壊す者を排除しに来た。何をする？愛する娘キサナのため。死んでくれ。Huh!
高烈犯。これが北斗神拳か。ああ、お前が名代なのか。あの子は、キサナは元気にやっているか。キサナから父親は死んだと聞いていたが。キサナは私を殺したとでも言っているのか。ああ、あいつの勘違いだ。人をどの程度傷つけると死ぬか分かっておらんのだよ。私はキサナに刺された後、自ら姿を消したのだ。なぜ生きていることを隠している？どうして娘を助けてやらないんだ？私が生きていると知れば、頼りたい気持ちと殺したい気持ちの狭間で葛藤するだけ。だから私はこの場所からキサナのことを見守ることにしたのだ。だがまさに今、キサナはお前のことを頼りにしているはず。スフィアシティの扉が閉まったことも含めてな。知っていたのか。下を見ればわかる。ジャグレな、どうしたよケン、そんなに慌てちまって。エデンが聖帝軍に襲われている。聖帝軍だと？クソ、奴らとうとう動き出しやがったか。俺たちがエデンから離れている時に襲ってきやがるなんて。すぐにエデンに戻るぞ。縄文の修復はまだ間に合ってねえ。今襲われたらひとたまりもないぞ。
もうエデンの中に侵入してやがる。ケン、片付けるぞ。はあ、Yeah!
さっさり、隊長、すみません、我々では聖帝軍の進攻を食い止められませんでした。なことはどうだっていい、貴様は無事か。申し訳ありません、貴様様は聖帝に連れ去られてしまいました。何、キサナが心配だ、急ごう。ケン、二手に分かれよう。その方が早く聖帝の野郎を見つけられる。分かった。じゃあ俺は東側から探していく、ケンは西側から探してくれ。ああ、気をつけろよジャグレ。お前もな、エデンの中はきっとどこも聖帝軍だらけだ。
海拳。3秒後に貴様は死ぬ。させてやる。助けてくれ。こいつらの親玉はどこに行った？あんた聖帝軍じゃないのか？ああ。なんだよ、安心したぜ。聖帝だったらここから北陥落エリアとか言われてるところに向かったぞ。ただ追うのは少し難しいかもしれないな。行く気か？ああ。だったらあっちに行くべきだな。炎の中を突っ切ったら無傷ってわけにもいかないだろう。あっちの方がまだ火が弱くてマシだと思うぜ。それと行った先で何が待ち構えているかわからない。バザールで準備してきた方がいいと思うぜ。そうだな。
だ。一体何が起きてるの。危ないぞ。ロ、街がひどいことに。何が起きてるんだ？
Ah!
ケンシロウさん。聖帝を見ていないか。聖帝、ああやつでしたらナイトクラブへ。そうか。お待ちください。どうした。聖帝は誰も近づけないようにとナイトクラブへの道を聖帝軍で塞ぎました。この先には大量の聖帝軍が待ち構えています。さすがのケンシロウさんといえど、このまま向かうのは危険ではないでしょうか。せめて少しでも準備していってください。そうだな。なんだお前。ここは通すなって聖帝様のご命令だ。引き返すんだな。聖帝はこの先にいるんだな。え？だったらどうしたってんだ。道を開けろ。おいおい、人の話は聞くもんだって教わらなかったのか。引き返せっつってんだろうけど。こいつ聖帝軍に立てつこうってのか。てめえらやっちまえ。このバカを聖帝様のもとへたどり着かせるな。通してもらう。来るがいい。お前は下がっていろ。この俺を倒すことができるかな。
北斗神拳は効かぬ。待ち続けるのが私の宿命。体に北斗神拳は効かぬ。サウザ、貴様の体の謎は見切った。ならばもう一度打ってみよう。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。
灼熱拳。この手天に極戦。天に極性は敵を制するは制する。お前はもう死んでいる。飛行優先。お前の負けだ。この町から去れ、サウザ。何？ケンシロウさんの言う通りです。聖帝殿、お引き取りを。女、この俺に命令する気か？貴様、無事か？ジャグル、それにあなた方は？サウザーよ、エデンに侵入したお前の部隊は我々の手によりほぼ壊滅した。残党も今や敗走しておる。なに？引くがいい、サウザー。これ以上ここで戦ってもこの町は手に入らぬ。おい、このままこいつを逃がすっていうのかよ。サウザーよ、あなたは投降するような方ではない。だがこれ以上戦っても何の利もありはしない。サウザーよ。ケンシロウ、一つ聞こう。なんだ？俺以外にもこの先エデンは様々な軍勢に狙われるだろう。ケンシロウ、お前は愛のためにそのすべてを相手にするというのか？ああ。よかろう。愛などというくだらぬものでお前がどこまでやれるか、しばらく見物することにしよう。せいぜいあがいてみせるがいい、ケンシロウ。エデンの危機に駆けつけていただき感謝します。我らの将が眠るこの町を守るのは当然のこと。では。いいのかよ、貴様。
あのまま逃がしちまって。放っておいたらまた攻めてくるんじゃねえか。今はこれでいいのです。あれ以上戦ってもお互い無駄に血が流れるだけです。あなたもこの町を守ってくれてありがとう、レイさん。お怪我の方は？大したことはない。だが聖帝サウザー、奴は必ずまたここを狙ってくるだろう。へっ、その時は俺たちが叩きのめしてやるぜ。しかし、キサナの気丈さ、さすがはエデンの聖女といったところか。あのサウザーを相手に全くひるまないとはな。キサナ、怖かった。キサナ、どうしちまったんだ急に。私は弱い。父のようにこの町を守ることはできない。今回だってケイジロウさんたちがいなかったら今頃この町は聖帝軍に。私のような力なき者は統治者として失格です。貴様、お前は一人じゃない。多くの仲間に慕われ、そして見守られている。そんなお前こそがエデンの光となって民を導ける存在なんだ。ケン、父を超えようなどと思う必要はない。キサナ、お前はお前のやり方でエデンを守ればいい。剣の言う通りだ。お前を苦しめる奴は俺がやっつけてやるぜ。俺もアイリもお前には世話になっている。力が必要ならば遠慮なく言え。皆さん、ええ、ありがとう。エデンの皆さん、私はこの町を変えようと思っています。これまでエデンはスフィアシティがもたらす恵みを守るため高い壁を築き、来る者を拒み、人を疑うことで秩序を守り、選ばれた人間のみが幸せに暮らせる場所を作り上げてきました。ですが、それは正しい道ではありませんでした。真に幸せな世界とは、強き者が弱き者を助け、手を取り合いながら皆で幸せを分かち合う世界。今日からエデンは守る者ではなく分かち合う街へと生まれ変わります。そのためにまず私はここにエデンの全面解放を宣言します。おお、なんと。城門は解放し、囚人には自由を与え、ここに訪れる全ての人々を受け入れようと考えています。でもそれじゃあ巨王軍や聖帝軍の連中が入り込むんじゃ。確かにその危険はあるかもしれません。
ですが、それも私たち一人一人が手を取り合えば、きっとこの町は無法者の手から守れるはず。エデンはこれからより一層強くなります。あなたたちの手によって。キサナはいい統治者になりそうだな。ああ、こんな世界にこそ夢を語れる人間が必要だ。そうだな。ところでケン、昨日カジノのブラックジャックで負けそうになってディーラーの男を銃で脅したりしたか。何の話だ。やはりそうか。いや、実は最近町で胸に7つの傷がある男が出没して騒ぎを起こしているらしいんだ。何？黒いヘルメットをかぶっている恐ろしく強い男のようだ。衛兵隊も今そいつを探しているとジャグネが言っていたが、もしその男の強さが北斗神拳によるものだとすれば。ああ、アイリをさらった張本人だ。もしやあの男か。ケン、心当たりがあるのか。ああ、おそらく。かつて俺が兄と呼んだ男だ。兄？同じ北斗神拳を学んだ兄弟子ということか。その男の名はジャギ。数年前俺が伝承者と決まった日に、ジャギはその座を奪うため俺に襲いかかってきた。俺はジャギを退けた。頭が半壊するほどの傷を負わせてな。その後ジャギは姿を消したが、まだ生きているとは。なるほど、ヘルメットは頭の傷を隠すためのものかもしれんな。ああ、そのジャギという男が本当にアイリをさらったなら、俺はその男を八つ裂きにしないと気持ちが収まらん。ケン、探し出すために協力してくれないか。無論だ。俺も北斗神拳伝承者として後始末をつけねばならん。先走るな、ケン。もっと。おい、気をつけろ。おい、待て。先走るな、ケン。
先走るな、ケンシロウ。